はい、ロンドンです。ロンドンです。今宵はアーセナル対ボルトンの試合やってきてます。試合開始15分前、人は今こんな感じです。見えねえかな。とりあえずね、こっちっていうのはあれだから、彼ダフ屋さん、ダフ屋さん、こっちってチケットがあんまり買えなくて、年間シートホルダーね、それだとファンクラブ入ってる人から優先に買えるっていうことで、まあ当日券でほとんど出ないわけですよ。でそんな中、なぜ僕が今日インターネットで券取れたんだけど、なぜ取れたかと言いますと、今日の試合は延期になった試合の再試合ということで、剣を持ってたけど手放した人とかいろんな人がいて、過去で一番取りやすいゲームだったのではないかということです。まあ後でまた。エミレーツスタジアム見えてきました。エンブレイスタジアムス、2018年のワールドカップの決勝を行われるスタジアムでしょう、きっと。っていうと日本も18年ね、立候補してるだけに不謹慎なのかもしれませんが、日本は22年にしましょうよということでね、ウェンブレー。これスタジアムロードって言って、ウェンブレーパーク駅から一本道で来れます。味の素スタジアムも一本道だけど、ちょっと違うよね。